はい、皆さん、こんばんは。はい、こんばんは。はい、今週も始まりました。ギブツヨシのギブアドテートーク。 よろししくお願いしますまだあのカミングスーなんですけどね、はい、こういう番組を作っていきましょうってうことで、えー、案内してる番組なんですけども、はい、大体の形が決ままってきましたねそうですか、はい、まだ全然どういった形になってるか分からないんですよ <laughs> だから、まあ、来ていろんな話ができればなと思ってるぐらいでして、うん、最終的には、うんえー、大体こんな感じのことを考えてる人ですよっていうのが分かればいいかなと思っていまそれと、まあ、私も思ってるんですけどこう,、うん、こういった考えがあるけど皆さんどうですかみたいなねこう やっぱりギブアンドトークという形がどういった形できるのかラジオなのでね、見えない方もね、スタジオに来れない方も、トークの方もということで、このトークも。だから本当に政治家の方が何を考えて政治をやっているのかですとかね、どういうふうにして物事を判断しているんだろうというのが、一番興味あるのは、実はそこだったりするんですね。であの 講演会とか聞くと、僕はすぐ洗脳されるタイプなので、うん、すぐね、感動しちゃうんです、感動すると自分も真似したくなったりするタイプなので。<laughs> やっぱり首長さんとかね、あののことを決めるリーダーの方っていうのは、うん、やっぱりそれに流されず、ある程度、自分の考えとか。やっぱ信念っていうの持っておかないとですね,いとね、はい、流されすぎてしまいますと、うん、どこに行くんだよってなったりしますからねそうそうそうで、自分の視点っていうのはやっぱり大事で、大事ですね、このあい,い話の中で、実はこういうところに問題があるんじゃないかっていう問題提起ができたり。 わからないっていうところが、うん、結構あの、本人気づいてるのに口に出せないのが僕らで、うんあの、それをちゃんと口に入れる方々が政治家なんじゃないかなと。 でもね最近、ねやっぱりそういったのがこの情報化によってですねあの情報量がだいぶ同じようになってきたのかなとそうですねだから、これはだいぶいいですよ、もう前ですと政治家がしか知れないような情報みたいなのがあったんですけど、今も大体インターネットを含めて、ですすねいろんな形わかりまインターネットやってる方々はググレって、ねグーグルで自分で調べろっていう意味で、ググル、ググルっていうんですけども。あの でその自分でググって調べたものをネタに、うんえー、いろんなことを話していくっていう感じになるんですが前まではやっぱり一方的に新聞であったりとか、うんえー、テレビ、はい、ラジオもうそういうものとか、まあね、あとは口コミですよねあと講習会ってちょっと知ったものですとかだったんですけども。うん 今はもう、とりあえずネットルへに答えがあるっていうのがそうですね、はいあの、やっぱりこの辺はまたアメリカもかなり進んでるなと思うんですけれども、はい、政治家が自らですね、あの事務所の中にこの、うん、なんていうんですかね、こういう場所を持っていて、うん、そうなんですよ、あのスタジオを持ってるんですよ僕はね、あれは、やって当然だと思います<ー>で、この番組も実はあれを目指してるんです。 ああの外国の政治家みたいに、自分はこういう人間だよとか、うんうん、この問題に関してはこういう答えを持ってますよっていうのを提供するべきだと思ってるんですん私がね、そこでこう聞いたときにです、ね、どういった答えが返ってきたかというと、はい、つまりもうニュースとか、そういう情報は自分で選んでいって、はいえー、やる時代が来るということをね。 かたり前に言われたもんですから、うんはい、あやっぱりこういうい時代来るなとこれだけ情報が多岐にわたってくると、うん、その中からどういう情報をどう選びで提出してなんですけどもこれはあの本当に裏表あって、うん、いい面はやっぱりあの本当のことが分かる、うん、で両面から見ることができるっていうのはものすごくいいんですが、はいうん、自分の都合のいい言葉だけを選び出してくると大変なことになるので。<laughs> まあですからあの顔が見える見えないとかっていうのがあって、うん、以前にもねお話ししましたけれども。はい ただのあるあの匿名であったらいろんな意見ができてるけれど、はい、あのちょっと顔が見えるとちょっと,、うん、お,とおとなしくなるとか、はい、そういうことじゃなくしてどういった場合でも顔が見えてもはっきりと自分の意見主張ができるという形になる,る、はい、あのネット上でもですすねねな、うん、なればなと思ってますけど、ね、僕自身もあのもちろんそれが賛成でフェイスブックを主に使ってはいるんですけどもツイッターもまだ使っています、うん、でツイッターはやっぱりあのちょっと匿名性が高いので。 高いですね。はい、でも早いですよね。はい、情報の早いっていうのと、うん、炎上を起こうっても平気みたいなところがあるので、あ<ー>であのー、実はツイッターが早いのには理由があります。うん、さっきと全く同じで匿名なので間違った情報を発信してもいいやっていうところがあるんです。あ、<laughs> そうですね。<laughs> でこれは必要なんです、必要悪なんですね、ああああただ、あのー、これでね、えー、ちょっと違う話も広まって、間違った情報も拡散してしまうので、うん、あの正しい情報は後で自分でフェイスブックで調べたり、うんえー、ネットで調べると、あ,あ、あのー、後でこれは正しいのかどうかっていうのは、自分で調べるという形で,、はい、ですから、そういう感覚も養いながらという話になっていくわけですよね。よだからね、うん、これからの学生、大変です。 本当かどうか全部自分で判断しないといけないんです <laughs> そうで,す、ね、でもあの学校で一番教えてもらいたいのは判断力じゃないですか。うんうん、これがあのネットやってるともう最低限必要なので鍛えられていきますよね。うんうん、で,で自分はどれをチョイスしていくのかって選んでいける。 作る必要こういうところをチョイスして夕飯にしようとか米をね稲刈りからするとかそういうところではなくうん、うん、ちゃんと米買ってきて炊くだけでいいやとかうん、うん、どの米使おうとかうん、うん、いうチョイスになっていく時代じゃないかなとそうですね、まあうん、そういうのを養うという 特徴必要になってきますね。はい、ですからね、アメリカの場合ばちょっとアメリカのばっかり話なんですけど、はい、僕はもう子供の時から政治を学んでるというかですね。はい、そうですよね。あの世の中はどういった形で動いてるんだ、どういうんだっていうことがね、はい、あの分かられる教えられるような仕組みになっているような感じするんですね。はい、学生もディベートの大会があったりですとかね。そうです。ですからあの民主共和という形で。はい。 もう子どもたち私は民主だ共和だだけどまた前回そうだったけどまた今度違うみたいなねあの変わるんだとかね政策を見てみたいな形とかね結構あの僕は例えば自民党だからずっと一生自民党っていう感じが日本にはあるんですけどもアメリカ違いますよこの政策に関しては僕はあっちかなって行くかと言いますよねそうですそうですそうですでもこれがどちらかというとあの本当に民主主義かなと思うんですよそうですねですからそういう民主主義の中で。 今回、もう来年、あと年からですか、はい、18歳以上という形になりますし、しょ、はい、選挙も。はい、そうなってたりすると、どうしてもあのそこへの判断力がどういった形になっていくかというところもね、はいあの、重要なポイントになっていくんじゃないかなと思いますけどね。ですよね、あのうん、ギブさんはどうなんですか、うん、あの今、20歳のものか、18になるっていうのは、賛成、反対から言うと。 まあこれはもうなって後からなんですけど、まあ、ただ、まあ、高,校高校にもいろんな高校がありますよね宗教のあ、はいはい、なんて言いますかいろんなね高校があったりとかするし、うん、そういったところに行っている学生たちがこういう判断というかね、うんうん、いろんな広いもうちょい広い世界に行こう,いうわけじゃないですか。 あのそういったところまで見ていたのかなとかですね、うん、あのその辺の判断でどう見るか。 まあもちろん大学生になってからということだったらまだわかるんですけど、かこの辺の区別は微妙なところがあるんですよね。あねただあの、成人式の20歳からというのは僕、どちらかというと反対だったので、うんうん、18か22でいいやと思ってたんで,す <laughs> で、できれば22かなと思ってたんですけども、<laughs> うん、あの前出しの18でもいいかなとは確かに思っていて、区切りがねちゃんとしたところであった方がいいかなと。そうそうででしょうね、うん、ですから 18という高校3年生ギリギリなんですよですからその辺での流れをどう作るか作らないかというところでみんなを。 いろいろな経験科学があったんじゃないかなと思いますけどね。ねあと、うん、投票率を上げてほしいんですよ。僕どちらかというと。うん、だからあの十八まであの下げて投票人口を増やすんではなく、うん、今ある人口の中で比率を上げてもらいたいなと。そうですね。まあでも今回もこれだけ自殺歳かとなるだけで二百四十万人と言われてますから。うん、増えてますからね。それだけ増えるということは投票率が上がる。うん、ただもっとあの投票行動を多くしようよと。 われわれの代表であったり、はいうん、そういった人を選ぶという時にときに考える意思を示していただいて統一率を上げるという形に、ねうん、なっていくのが本来の姿じゃないかなと思うんですけどもね。なるほどね、うん、あとあの 子どもたちってもう18って、いう条件があるともう大人ですからね、ちゃんと大人として扱っていく、でその情報もちゃんと、えー、渡してあげるっていうのが本当は必要ですよね。そうで,すねですから、そういう環境があるのかどうなのか、そう,あそういう情報がですね、まあ、政治的情報もしっかりですけど、うん、ただまたそれまでの間にどういう教育があったかというね、うん、やっぱり政治に結びつくような、うん、あことが。

渡しましまょうって言うんでしたら、その5年ぐらいからもう準備をしてて、うん、この18になった時には投票権がある方々には、政治を教えていくとか、うんあの、日本の政治の仕組みとかいうのを教えていった方がよかったかなと思うんでそうですね、まあでも、こういうのも慣れ,慣れ,慣れといいましょうか、はい、そういう,う、もう決まって動くわけですが、はい、そこから今後、どういった形を取るかっていう話もいろいろ出てくるでしょうし、まずはこういった形で投票率を上げるという行動が。 ど若い人たちにこの義務と権利がねもう政治に参加したんだから投票する権利も義務もあるんだけれどもちゃんとね投票してで確認していくっていうのは必要になってきますよねだから覚悟っていうのを18の時点で持ってもらいたいですね。そうでですすねから そういった覚悟を持たせて若いうちからこういうのを持つということも大事でしょうし、うんはい、また、この一票の重っというのもやっぱり自覚するでしょうし、ね、そういったことを経験していって、はい、将来にわたってこの投票行動がねあの投票率が上がっていくような形になっていけばいいなと思いますけどねあの政治もすぐには変わらないと確かに思うんですけども、うん、でも 投票しないともっと変わらない意思表示はずっとしとかないといけないじゃないですか、うん、でもう本当に進まないよねと思っていてもちゃんと意思表示し続けるってことが、うん、あの政治なんじゃないかなとは思いますねはい。というわけであの今日は、えー、少し違う話題があるんですけども今週の、えー、2月末 はい、の,あの日曜日なんですけど、うん、2016年2月28日、日曜日にうる、ん、ま市役所本庁の参加の大行動の方で、はいはい、スポーツ産業イノベーションフォーラム in うるま市っていうのがあるんですね、これはあの参加申し込みしないと、うんえー、見ることができないので、うんうん、多分あのー、普通の方に公開してるわけではないとは思うんですけども、<ー>実際、このプログラム自体がうるま、うん、市と近町のスポーツ産業イノベーションってことで。 ですねあのーまあ、私も、うん、以前、関わったことがあったと思うんですけれども、はい、うるま市と近所、そ総合事務局もそうなんですけれども、ね、企業立地推進協議会というのがありましてね、はい、まあ今回いい、はい、いいイベントだなと思ったりしてるんですけれども。 私、金町ギノザ村でやってる大蔵リーの方は、FM ウルマの方でちょっと事業参加させていただいて、歩いていたんですけども、あの、寒金湾っていいですよね、金湾を望む三市町村が一緒になって、いろんな事業ができる、今回はちょっとギノさん側はないんですけども、ウルマ市と近町、やっぱり隣でやってますし、同じ東海岸側なので。で、あの 合宿するにはね僕東海岸でいいと思ってますので、うん、<laughs> このスポーツを呼び込む。うん でこれまでずっと言われているのがあの沖縄本島のね東西でのこの開発であったりとかっていうことがありますから東海岸側でねこう何かできないかなっていうのは常に思ってるところですねそうですよねやっぱり日の出の出る日の当たるね日出る場所本当にね東海岸側ね先に発展してそれから西海岸に行くのは無理なんですけど沖縄は西海岸が先でやっぱりこの夕日含めた西海岸側しかしながらこの東海岸がまだどういったか なっているかというとうですね、はい、エネルギー基地であったりとか米軍基地もそうなんですけども、はい、やっぱりそういう優位性的なところはまたあるんですね、あのー、まあ太平洋に向いてますからね太平洋に向いてる逆に言えばもう大航海時代だと花形みたいな花形本当そうだと思うんですよそれとね金湾っていうのは、うん、あのー、金の津なる山があるじゃないですか、はい 山があって、こう、金湾ってあるもんで、本当にね、お母さんに抱かれてるような、そうですよね、そういう、いい港なんですよね、場所だということがね、昔から言われるんですね、ですから、風水的にはとてもいい金湾、ですから、そこを発展させるべく行動をね、もっともっと取らないかなということで、こういうスポーツ産業であったりとか、企業立地であったりとか、そういった行動がね、もっともっとこうやってやれればなと思います。今 も原、西あの辺決定して東海岸側が徐々にそして今この動きでいくと実はねかつれん城市とかでねちょっと誘致してみたいとかね世界遺産を使った何かをしてみようとかね例えばこの間のウォーキングラリーもそうですけども首里城ですとかかつれん城とかあのこの 世界遺産のお城を使ったウォーキングラリーをやってみようとかねいろんな発展ができると思うんですよ。あーーであのー、マイス自体も実は穴は何もしなくても来ると。うん、なのでチューブとか うん、このえところで思い切り手をあげて、アイデアを出してった方がいいんじゃないかという発想があるので。まあまあ、そういう発想もありますよね。うん、それとやっぱりあの那覇空港からアクセスしやすい。あのどうしても西海岸側はちょっと交通渋滞が起きるじゃないですか。はい、今でもそうなんですもう,、ね、う日本一渋滞の多い地域。はい、そういったのを考えると、もう少し交通の利便性を考えた。いいポジションという形で得たところが、もしあの世の丸西原だったんじゃないか、世の丸だったんじゃないかなと思うんですよね。ねはい、まあ、そう言っていくと、北中にもショッピングも。はい でででききままししししたたそうなってくるとこのラインが徐々に徐々に徐々に北に行ってそろそろ沖縄北インター辺りになって金河団とかねもしくすると石川に来て夜間に来て金に来てって本当にインターの出口ごとに町ができていくと思うんですけどねそういった形でて今徐々に本当に東海岸側も頑張ってるなということがあってですから北中ぐらいまで来てる あのショッピングモールと含めてですけどね、はい、それが出てきて、うるま市がこういった形、いろんなスポーツ産業のイノベーションとかをやっていくと、ですね、うん、あと、また金町も銀丸訓練所、跡地に今、いろんなサッカー場ができたりとか、ね、ホテルが来る。そして行くこの 東海岸側頑張ってもらいたいなと思いますよね。はい、そうなんですよね。あのう、女村には赤間運動公園があって、はい、そこは夜間インターが。すぐなんです、ね。そうです。そうです。そうです。ですから、あの、うん、作り方も賢いですよね。ああ、で、金も金で、金の高速を出て行って、そう、でいくと、後ろ側に。今度、大きな運動公園ができますよね。はい、あのー、まあ、運動公園とて、あのサッカー場今。サッカー場もあります。今、楽天が。楽天キャンプ。してますンパ、ねはい、もう、もうそれって、て、あのう、銀原訓練場跡地に。はい、あの計画されて。 ててきてる事業なんですけどねこれも今すごいなと思うのがこのスポーツ産業イノベーションがこう出てきたと、うん、で2020年であの東京オリンピックあるから、うん、それに向けての強化合宿とかあそうで,、ね、でスポーツ振興もしていこうよで、うん、観光もスポーツを入れていこうよという時に、うん、そのもう箱物ができてるっていうタイミングが緊張すごかったですね。あのー、まあオリンピックは後でこで情報を知ったわけですけども、うん、そういった形でやっぱ後跡地利用においてもですね やっぱり都市型の、都市型というか人口の多い地域での跡地利用の考え方、そしてこういった形でちょっと人口の少ない地域での跡地利用の考え方っていうところは、ですね、うん、あのちょっと違いを出さないといけないだろうなと,、はい、ということがあって、私はこの現場の訓練所跡地っていうのは、人口の少ない地域であるし、逆に来てもらう、はい、スポーツ関連を含めて来てもらうという場になる、<ー>そういう場所を作っておけば、来ていただけるんじゃないかなという発想だったんです。 これからどんどんきます,しすね。そうですね。あの温泉も最近出たみたいで、そうですね。ですからそういうあの他から来てスポーツが楽しめる、はい、ゆったりできるという場所にね。はい どん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 あの考えてなかった夢が展開されててこのスポーツ産業イノベーションの時に、まあ、キャンプが来たりとか、ね、サッカーチーム作らよ地元のとかいう時にーそのホームグラウンドになったりうん、うん、しかもそこに温泉付きのホテルができたりとかいうと <laughs> なんかどんどん夢が広がりますよね。温泉が出ること自体計算外だったででししょうも本当は 調査ちょっとかけてたんですけどねあそうなんですかああそうです,そうです僕聞いたのはあの、うん、工事してたら偶然出たいやいやいや <laughs> やっぱりそんなことはないです、ね、そんなことはないですね <laughs> やっぱり調査はするんです調査はしてある程度、はい、どのどの位置でそしてまた一番 あのあるであろうとかね、はい、やっぱりそういうい調査をかけてやっぱりでも金は鍾乳洞もありますからねうん、うん、ああいうことを考えていくと、うん、温泉もあるのかなというのはありま、ね、そうですねまああの絶対的には温泉はある程度掘ればっていうことがあります、うん、やっぱりいい質でありあまた量も、はい、量もあ、ね、あどそういったのこで全部調べられるような、はい、調査できるような。 なってるんですこれ。あの、本当に緊張にこのスポーツ施設ができたり、うん、であの今リハビリテーションみたいなところもあったり、はい、病院もできてるじゃないですか。はい、で義肢とか義足とかのそうですね。会社いい会社が入ってますから、本当にあのこれからスポーツっていうのは健常者だけじゃないじゃないですか。うんうん、パラリンピックもありますし、そ,うですね、その時に義足とかそういううまい先馬さんのところがあったりすると。 22ですよね。そうですね。マークマッチするというか、いろんな方々が来られて、はい、その場でスポーツを楽しむという形、でできるでしょうねあの。健常者でもやっぱり寒い時に運動するのは大変なんですけれども、うんあの、ちょっとね、体壊した方とか、事故に遭われた方はもっと大変なので、うん、え沖縄でリハビリとかしながら、気がついたらパラリンピックに出れるぐらいまで鍛えてしまったよみたいになるといいですね、緊張からこう出てきますから。 そういう工夫を凝らしたりとか、うん、アイディアを出せばあの可能性のある地域、はい、まあそれが私はね、この沖縄の東海岸側ではないかなと思ってますし、はい、その辺を生かしたまちづくりが、ですね、うん、この東海岸側がこう連携を取りながらやっていただいたらなっていうのをとても感じますねちづくりにスポーツがやっぱ入ってくるのもいいですし、うん、あの健全育成、そうですね、子どもたちのね、うん、にもスポーツが入ってくるのはやっぱり大歓迎なので、きれいな施設ができたり、 いいいいい指導者が来られるっていうのはいいですよね特に高梨選手が今はもう,うるましい住んでるらしいので,、ね、でサッカーの元ジャパンですね。ですから高橋みたいな方がこう住まれるってことになってくると、はい、この波及効果というかまたここでね、あのー、教えてもらいたいなとかね。 サッカー留学じゃないですけど、ね、送る可能性ありますす。でまあ野球も沖縄でねキャンプがたくさんされるようになってから野球強くなったじゃないですかまあです、ね、高校野球ね,ね高校野球もねなのでやっぱりプロの練習見るとかプロの選手に触れるっていうのが大事ですよね、うん、やっぱ身近で接するということの大事さでしょうね見て感じるというねやっぱ僕もちょっとあの石川のジムで、えー、プロ野球選手の方と何度かご一緒させてもらったことがあって鍛えるときに。うん プロは違うんですよ<ー>物事の考え方一つ一つが<ー>、えー、大きなスポーツバッグいっぱいにタオルと T シャツがいっぱい入ってくるんですよ<ー>下着とか何してるんだろうと思ったら一回こうやるじゃないですか<ー>ガシガシってほん<ー>ちょっと汗かいたらもう T シャツ変えてるんです<ー>絶対体は冷やさないあ<ー>だからこれうち、まあ、ホテル帰ってきたらこれ全部洗濯機入れてまた明日これ全部持ってくるんだよってい言い方するんですけどもうほんとプロです一つ一つが。 あーもう少し汗かいただけで体を冷やすってイメージになってくるとすぐ着替える。るとなるともうこの一日のうちに何枚も着替える。もう10枚20枚,枚,枚買えるんでたくさん持ってきてでまあ,あのジムに行ってガシガシと一時にそうなんですけどねあ<ー>あ。それ考えていくとやっぱりアップロってすごいっていうのとそのすっごい体の痛め方があの傷つかない痛め方するんですよね無茶しないみたいな。でもあのだらだらしてない で言い方がだらだらすると怪我するんだよみたいな言い方なんですやっぱプロですねプロですよね、<laughs> びっくりしますね、だ <laughs>、うん、から目からうろくいっぱいありますよね、プロの方とこう、うん、見てるだけでも。ですからその辺で、見て感じる部分、また身近で感じる部分っていうのが、人に与える影響って、ものすごいんでしょうね。で、高宝選手の,あの周りの人からやっぱり聞いたんですけども、うん、やっぱりとってもストイックな土です。 うん、もう太らないようにとか、うん、体のこととか、うん、とっても大好きな食べ物なんだけど週に1回しか食べないとかそういうのを聞いてると <laughs> やっぱりプロでもっていうかプロだからこそみたいな、うん、そうでしょうね、はい、さっき言ってたあの情報なんですけども、うん、ネットにない情報がやっぱり身近でやっぱりよく言われるのがこういう情報社会だからこそこそ目と目で 合わせて話ができる、コミュニケーション能力は必要だよねってところが整ってるんですね。そうなんですよね。うん、できれば、この番組、うん、ギブズよしのギブアンドトークの方も。高校生とかね、うん、これから18で選挙系あるんだけどって方も読んできて、うん、考え方聞いてみたいですよね。そういう中から、あのー。うん これから本当思うけども思うんですがねコミュニケーションの世の中あのコミュニケーションというか情報をインターネットを使ったということもさることながらそれ以上に本当に目と目と合わしたあの身近で感じる、はい、うようなコミュニケーションというのもとても重要な。 ポイント位置づけけになななってくるんじゃいいかなと思いますけどねこれからの政治家の一番大事なことは自己表現かなというところがちょっとあるんですね。表現って今まではテレビの前でやるだけだったんですけどもこれからはネットを使った表現の仕方ですとか YouTube を使ったですとかいろんな表現の仕方があるんでんこれをちゃんとできる方があのそうなってき、えー、てると思います。で、はい、ですからまたあの今また今は 先ほどども言ったんですけど政治家だけがあのいろんな情報を持っているというイメージでみんなお願いに行くというね世界があったんですがまあ今は本当先ほど言っているようにあのこの自分で探していけるという情報もあるわけですからその辺での対応でどうなっているんだこうなっているんだみたいな形の,ねあの話し合いというか。 懇談ができればもっと良くなってくるでしょうし、うん、それと同時に、またこう若い人たちも、うん、政治ってのはこんなもんなのかって分かるでしょうし、分かるイメージからすると、できるんじゃないですかね、うねこうねあの。まあ、建前と本音はやっぱりあ,ありますからね、誰でも、うんうん、ただ建前の、ね、必要性っていうのもありますし、うん、でもそこをきちんと政治ってこういうもんだよ でみんなが分かってくれるといいですねうん、まあ、一番いいのがこの政治で何なのっていうのが市町村の場合だったらこの条例を作る、はい、国であれば法律を作る,を作るそういった物事を決めるっていう流れをやるのがこの議会であったりですよっていうことをね分かっていただいたら例えばあの道路の街路樹決めるの、はい、ねあの市町村道にこの、うん。 ここは綺麗から黄色い花が咲く木を植えようとか、はい、そういった話とは町の議会市の議会で決められるんですよね、はい、ですからそういう法律を 市の法律を作る議会なんだっていうのが分かれば、ちょっとこれおかしいよねっていう部分は直してちょうだいっていう話がどんどんんると思うんでですすよね、はい、ですからなるほどね、うん、これは市で決めたものか、県で決めたものか、国で決めたものかっていうのを、うん、僕らが考えないといけませんね。そうです、ね、ですから、ほとんどはまあ国道だったら国でしょうし、うん、県道だったら県でしょうし、市町村道だったら市町村が管轄しますから、はい、そのものも分かって、ですねこれ、大体どこの管轄なのかなっていうのが分かれば、市町村であれば、はい、逆に身近な。 議員の先生に言うとか<ン>まあ<ン>それとかですね、はい やっぱうちの学校校門の前はこの木で行こうよとかあのこういう花で行こうよとかっていうこともできるんじゃないかなと思いますけどねわかりましたやっぱり最後になるとじ、うん、あの意見たくさん聞きたいので <laughs> え今度は赤蓋タタになってきますが今週はあの最後になるんですけども闘、はい、牛戦士ワイドってうるましの闘<ー>、はい、牛関係の歌が最近流行ってきてますので<ー>これをお届けしながら今週は皆さんとお別れしたいと思います、はい、ではあの「ギブツヨシのギブアンドトーク」 来週もまたよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、では皆さんさようなら。はい、さようなら。